も結局モヤモヤする仕事って何も連れてこないから、うんうん、あんまり偏見を持たなければいろんな人に会うことができる、うんうん、もうこんな生活は苦しくて辛い、通勤が嫌だとか言ってる人の話を聞くとできることもしてない場合が多くて、うんうんうん、電子書籍が出る前ぐらいかなこの世の中に、うん、でなんか部数が7分の1ぐらいに急になったんですよ全員、うん、私だけじゃなくて、うん、小説家全員、Welcome to North Village! もやもやする仕事はしない。大切なものが減るから、うん、これまでに大切なものが減る実感があったことはありますか？それはどんな仕事でしたか？頻繁にありますけどね、もやもやする仕事。どういう？例えばすごい直近のことで言うと、まあ、あんまり詳細は言わないですよ、はい、イベントに出てほしいと言われました。それで私が午後は空いてる、その日ので、場所もここなら空いてます。返答したらさらっとなんか4時半から6時半で、うん、その決まってた場所から、まあ、1時間ぐらい離れた場所が指定されてて、うん、じゃあお願いしますみたいな感じだったんで、はいはい、いやないよってもやもやしましたよ、うん、でもそういうのを、あ、でも仕事だから一回受けしちゃったしとか言って調整したりすると、うん、なんかすっごい大事なものが減っちゃうんです。自分にとって、ここっていう大切なものっていうのは自分の中の内面的な大事にしてるもの、両方です、うん、外面的にも内面的にも、うん、なんか自分は減らしてずらして合わせなきゃいけないっていうような気持ちになってしまうこと自体がもういい仕事じゃないから、うん、そうそう、そういうのはやらない方がいい、うん、ちょうどこの前うちのスタッフの海君に、うん、ある程度そのマネジメントを任せるっていう中で、はい、まあ、分からなかった時、まあ、僕は大体マレーシアにいるんで、例えばこういった経費を使うのありかなしかとか、うん、こういうスタッフの問題があった時どうするかとかっていう時に、まあ、経営的な判断で言うならば会社にとってプラスかマイナスか数字で考えればこうする、うん、かれば分かるよねみたいな話をいろいろしてた時に、それを理解した上で、ただこれを身につけると大事な何かを失う気がするってボソボソって言ってて、あの判断基準をね、そういうふうにするとみたいな、なんか本人はそんなこと言ってたのが創作とのがあれは難しいですよ ね、 すね、兼ね合いがね。そうなんですよ、うん、でちょうどその出版ってクリエイティブな仕事をするじゃないですか、うん、で出版の仕事もしてもらいながら、いわゆるビジネス的な違う授業の話もしたので、うん、それを同時で脳で両方の判断基準を持つっていうことが、うん、なんか大事な何かを失いそうだとか言って言ってましたね、うん、私もそういうことは多々あるけどでも結局モヤモヤする仕事って何も連れてこないから、うん、やっぱそれはビジネス的な判断とイコールだと思いますけどね、うんうん、モヤモヤっていうのはやっぱ本音のところで納得してないものを、そうですね、っていうことですよね。あとほら、うまくいくことって割とトントンいくから、はい、変につまずくことが多いともうそれだけで要注意ですよね、うんうん、でもそのモヤモヤする仕事が破格のギャラなら死に物狂いで楽しい方に持っていくべし、そういう遊びを心に持たせておくのも大事、さじ加減が必要、うん、たくましいですね、うん、やりたいこととお金を天秤にかけるとどちらかに傾いてしまう人も多いと思いますと、はい、バランスの取り方、そしてどのように楽しむのかコツを教えてください。なんかね、その時に足りない額とかそういうのが自分の中に入ってれば、うんうん、なんかそれに合う額だったりすると、わ、これちょっと面倒だけど受けておこうかなとか思ったりしますね、うんうん、やっぱり、うんうんうん、でも未だに一個だけ謎の、ちょっとこれ特定できるとまずいんだけど、うん、謎の仕事があって、なんかめちゃくちゃ高い講演料で、なんかこの場所に来て講演してくれるだけでいいですみたいな感じで、はい、で行って本当に仕切りも素晴らしくて、はい、で、まあ、普通に仕事して お金も受け取ったんだけど、いまだになんかその後に、例えばその団体っていうか、まあ普通の企業ですけど、はい、からまたやってくださいもなく、うん、何もないの、こんなに何もない仕事ってあるんだと。うん、でも仕切りは完璧で、行ったら楽屋があって通路があってこちらでお着替え食事はこれ、もうすごい完璧だったのに、ギャラも良かったのに、うん、はい、何も残らなかったの。へ、普通誰か一人ぐらいほら印象に残る担当の人とか、はいはい、本当に何もなかった、うん、かそういうこともあるから、なんかそういうのも面白いから。そうなんですね、うん、だからちょっとそのいろいろバリエーション持たせるのはいいことですよね、うんうん、そうですね、うん、養うものを持つ、植物でも犬でも車でもかない仲間でもいい、自分だけだとどんどん視野が狭くなるしケチになる。バナナさんが息子さん以外にこれまで養ったと感じた対象に何がありますか？うん、やっぱりあの
金のない友達ですね。なるほど。今でも養ってある金のない姉とかね、うん、養ってるかもね。うん、でもなんかそういうお金の使い方の方がいいかなって思って、うんうん、自分のために使うより、うんまあ、自分のためにも使いますけど、うんうんまあ、その時にお金を持ってる人が払うみたいなことですね。感覚をちょっと もうちょっとみんな持ってもいいんじゃないって、やりすぎは良くないけど、なんかあまりにもね、世知辛すぎると思って、いつも会う仲間と滅多に会わない人種と両方に開かれておく、滅多に会わない人種とはどのように出会えるのでしょうか。また積極的に会うような状況に自分を置いた方がいいのでしょうか。でやっぱ偏見を持たなければ、なんて言うんだろう、あんまり偏見を持たなければいろんな人に会うことができる、で別にそれで得する損するじゃないから、はい、こういう人いるんだみたいなのを、いつも知ってた方がいいような気がする。やっぱその取材っていう観点で考える人、いい人も嫌いな人も悪い人も全部取材対象っていう感じなんですか。観察対象感じですかね。なんかいつも会う人って意外に、もう決まってるんですよね、選べないの、だから自分でいやこの人とは会いたくない、もっと違う人来ないかなとか思ったって、もう体が決めてるからいつも会ってもいい人って、だからなんかそれは絶対選べないから、めったに会わない人を拒まないようにするのすごい大事だと思います。めんどくさと思っても。なるほど。だって例えばだけども93歳のおじいちゃんとかさ、はい、会ったらすごい面倒だけどでも会おうって思うじゃない、そういう感じ。毎日を旅先の生活にするように心がける、そして旅先では毎日を日常のように生きるよう心がける、旅行だったらと思うと毎日が新鮮に映るように感じますが、新鮮なことだらけの旅先でどのように日常のように生きてらっしゃいますか。また観光などあまりされないのでしょうか。私も観光に全く興味がなくて、遺跡ぐらいは見ますよ、遺跡的なもの割と好きなんだけど、もうそれ以外に全く興味がないから、ホテルでダラダラ寝て起きて、ダラダラ出かけて、夕方になったら飲み始めるみたいな、同じようにすると、急にその街が見えてきたりするんですよ。観光地って観光地に行くルートって独特じゃないですか。独特ですよね。もうどういうタクシーでどういう額でどこに行って何分過ごして大体決まってるから、とやっぱつまんないっていうか、その国が見えない、そうですよね、ふうに思うから、なるべく普通にするようにしてて、なんか僕も新しく国に行くとお店だったり住む家だったりの物件を見に行ったりとかするんですよ。でそうすると、あこの人たちおそらくあそこのスーパーに行くんだなとか、大事大事、なんかそういうのを見てるのが逆に一番楽しかったりとか、自分がもしここの国に住んだり生まれたりとかしていたら、お店やるならこのエリアかなとか、なんかそういうの考えたりとかしてます。ですよね。その方が見えてくるもん、その人たちの生活。そうですよね。誰も空なんて見なくても一人見上げよう、今月がどのぐらいの月齢なのかせめて知っていよう、空や月を見るときに感じることはどのようなことでしょうか。やっぱ時間は止まってないんだなって、毎日変わってるんだなって、そうですよね、そういうのってこういうなんか都会にいると忘れちゃうから、そうですね、空を見上げるということがなかなか東京にいると少ないですよね。そうなんですよね。だけど結局東京にいたって自然は動いてるから、やっぱそういうの見てないとダメだなってよく思います。なんか僕衝撃だったのは、マレーシアってすごい雨が降るんですけど、家が結構ジャングル的なもう大自然みたいなところに家があるんですけど、で雨もすごい勢いでスコールのようにしょっちゅう降ったり、雷とかもするんですけど、そうすると雨が日々違うんですよね。で、ああ今日の雨は綺麗だなとかって思ったりとか、で雨が綺麗だなって思うって日本で感じたことないんですよね。でも雨にもやっぱ表情があったりとか、なんか機嫌とかもあるような気がしたりとか、そういう見方をしたことがなかったので、なんかマレーシアに住んでなんかそんなことを最近感じましたね。いいですね。プールで泳ぐぐらいなら海で泳ごう、1ミリでも多く広さや自由に近づき求めよう。海以外に広さや自由を感じる場所はありますか。海ほどじゃないな、感じるけど、とにかく海で泳ぐのが好きなんです。あとやっぱりその読まなきゃいけないじゃないですか、流れとか一応、死んじゃうから。そうですね。だから海で泳ぐときは自分もちゃんと感覚を使ってるし、もうどうしても泳ぎたくてプールにジムみたいな、何回か入ったんだけど、
絶対無理と思って、毎回絶対無理、もう水に浸かれば何でもいいと思って行ってんのにもうすごい怒って帰ってきてすぐ大会するパターン、もう2回ぐらいさすがに分かったんでやめましたけどね、少しでもこれは魂が死ぬなと思ったら全てを止める。物を作る方々にとってとても大切なことだと思いますが、生活のために魂を削っている方もいると思います。もやもやする仕事はしないとありましたが、そこに踏み出せない人たちにアドバイスをお願いします。なんか微調整で案外心の自由って勝ち取れると思うんですね、うん、でも見てるとそのもうこんな生活は苦しくて辛い、通勤が嫌だとか言ってる人の話を聞くと、できることもしてない場合が多くて、うんうんうん、例えばほら朝5時に起きて会社に行っちゃうとかさ、はいはい、もう車で通うとかさ、うんうんうん、あと家を借りちゃうとかさ、はい、なんかいろいろ方法はあるんだけど一個も試してなくて、あと有給をめちゃくちゃ頑張って取るとかさ、意外にいやでも取れない、とてもみんなの顔色見たら取れないとか、うんうん、なんか聞いてるとそこまで頑張ってない自由のために、それは思います、うん、それは微調整でもなんか例えばじゃあ会社を辞めますみたいな話じゃなくて、うんうん、微調整でも意外に自由は勝ち取れるのになって思います、うんうん、酒は飲んでも飲まれるな、ネゲロは吐くな、いや何回かもうネゲロで死にそうになったことそうよくないですね。あ、じゃあもうとことん飲まれるんですね。いやもう今も飲まないですけど、とことん飲んでた頃は死ぬ窒息みたいな、うん、この死に方やと思って、なんか飲みの場での決めているルールというか、かっこいい飲み方とか、こういうやっぱゲロを吐かないことなの、そこはやっぱゲロですか、その飲んでる最中とかはないですか。ゲロはさ、全てを打ち消すじゃない、楽しさも、そうですね、あと全員も騒然となるし、その前どんだけいいこと語ってても全てを、そう全てを打ち壊すし、それなんかほら片付ける人、泣く人、怯える人とかいろんな人が出てきて、うんうん、そうですね、大変だから確かに、はい、ゲロを吐かなければ何でもいいんじゃないで、またゲロを吐く人、解放する人ももうベロンベロンじゃなくて吐いて、はい、でもうその光景とか最高なんですけどやめた方がいいなって思いますなるほど、はい、書くものが自分に発している小さな声をいつも謙虚に聞こう、書いたのが自分だとは夢夢思うな、書かせてくれた何かに感謝を。自分では何か書いているといった実感がある時というのは考えずに筆が進むような状態でしょうか。いやいや、もうすっごい冷静ですよ。もうなんか数学とかそういう物理とか、うんうん、そういう感じで書いてるから、あ、そうなんですね、うん、だからこそその自分が書いてるんだよと思わないようにしないと、本当難しいです。私一時期なんか売れてた時に、ものすごく売れてた時に謙虚さを失ったってすごいいろんな人に言われたんだけど、失ってないのに、うんうん、売れてるってだけで謙虚じゃないって何なのってすごい思ったので、もうそういうこと全然関係なく、うんうん、もうすごい謙虚であるようにいつも気をつけてます、書くものに関して。書くものに関して謙虚になるってことですね、うんうん、今全く理解できなくても違うことをしないでいたら、いろんなことがいい場所に連れて行ってくれる。違うことをしないがバナナさんにとって大切なのだと感じていますが、いい場所に連れて行かれた実例を教えてください。電子書籍が出る前ぐらいかな、この世の中に、うん、でなんか部数が7分の1ぐらいに急になったんですよ、全員、うん、私だけじゃなくて、うん、小説家全員。でなんかその時に、わ、これはちょっと商売変えなきゃいけないかなと思って、まあ、でも書き続けるんだけど、多少商売変えなきゃいけないな、真剣に悩んだ時があって、はい、その時にやっぱり何にやろうかなって思った時に、でも結局何かやってても書いてしまうんだから、うんうんうん、変えなくて我慢しようと思ってじっと我慢したら電子書籍が世の中に普及して本当に良かったっていうようなことです。だからあそこで我慢しないで別の商売始めたら多分ね、うん、今頃もっと大変になってるから良かったなと思って。じゃあ逆に自分にはやっぱこれしかないんだっていうふうに覚悟を決めるいい機会だったんですかね。そういうタイミングがあったんですね。ありましたね。だから、ちゃんとこうまた元の場所に戻ってこれたから、はい、物を書く場所に、うんうん、よかったなと思って。
home safely. Don't forget to always walk on the wild side.